ナイトです。今回は ASUS の SIM フリースマートフォン ZENFON 3 レーザー ZC551KL をご紹介します。こちらが ZENFON 3 レーザーです。先代モデルの ZENFON 2レーザーと比べて様々なところでパワーアップ進化しています。新たに au ボルテにも対応しマルチキャリア対応となっています。まずはデザインのご紹介です。こちらが新しい ZENFON 3レーザーです。そしてこちらが ZENFON 2レーザーです。大きさの比較ですが、液晶サイズが5インチサイズから今回は 5.5 インチになりました。前回よりも画面サイズは大きくなりましたが、非常に薄くなっています。また本体部分の素材が ZENFON 3レーザーではメタルボディになりました。液晶の解像度は HD からフル HD に変更されています。背面には新しく指紋認証機能が追加され、指紋を登録すれば素早く端末のロック解除や着信応答、写真撮影も可能です。ZENFON 3レーザーのカラバリは全2色でシルバーとそしてゴールドです。基本スペックですが、 CPU はクワッドコアからオクタコアとなり、メモリーは2ギガから4ギガ、マルチタスクも快適にこなせます。記憶装置は16ギガバイトから32ギガバイトに倍増されています。またバッテリー容量も2400ミリアンペアワーから3000ミリアンペアワーに増量され、長時間の使用も安心です。カメラです。今回の ZENFON 3レーザーでは背面カメラは1300万画素、前面カメラが500万画素から800万画素にアップしています。 ZENFON 3レーザーでは第2世代のレーザーオートフォーカスを搭載したことにより、より遠くの被写体まで認識し、超高速約 0.03 秒の速さで焦点を素早く合わせられます。レーザーが届く範囲は ZENFON 2レーザーの約3倍となっています。またカメラにはデュアルカラー LED フラッシュに加えて、今回色彩補正センサーを新たに搭載しています。これにより周囲の色や明るさに合わせて自動調整し、より自然な色合いの写真を撮ることができます。センサーは新たにジャイロスコープも搭載しています。専用純正アクセサリーはこちらです。以上、今回は新製品 ZENFON 3 レーザーのご紹介でした。ナイトでした。